そして日の丸のユニフォーム初戦の先発を任されました。どんな気持ちで今日マウンドに上がったんでしょうか。本当にすごく大事なマウンドだと思って上がりましたし、なんとか日本代表の初戦を勝利に導けるようにと思ってマウンドに上がりました。相手は帰国籍のメジャー先発ですが、どんなところに気をつけて投げたんですか。そうですね、やっぱり長打力っていうのは、すごくあると思うので、1球1球気をつけながら、丁寧に投げました。そしてメジャーリーグのラインナップ、 WBC で MVP だった金本ですとか、ナショナルリーグ首位打者と強打者が並んでました。対戦してどんな思いでした。楽しさもありましたし、怖さもあったので、本当にいい経験をさせました。結果も出たので、いい経験になりました。そしてその加納選手、今回の目玉ですが、ヒット1本とあっちも取ったんですが、改めて対戦振り返ってみたいですか。そうですね、やっぱりすごく雰囲気というか、難しいバッターだなというマウンドで感じましたし、ヒットも打たれたんですけど、本当に対戦して、そして今日はレギュラーシーズンとは違うボールで、マウンドの硬さも違ったと思うんですが、そのあたり、順応というのは、嬉しいとはどうでしょうか。マウンドもボールもうまく対応できたと思いますし、自分のボールが投げるからね、はい、大丈夫でした。そして今回の日米野球は初めてこの日の丸のジャパンのユニフォームでの試合でした。改めてその国を代表したユニフォームに袖を通す、どんな思いなんでしょうか。すごく光栄なことですし、やっぱり日本代表のユニフォームを着れる選手というのは、選ばれた選手だと思うので、すごく日本代表という誇りを持って、マウンドに上がりました。さあ、そして最後になりますが、その日の丸をつけて地元大阪に凱旋して投げました。改めて最後にお願いします。今日はたくさんの声援ありがとうございました。まだまだ残り試合はあるので、日本代表が勝てるように、ファンの皆さん、たくさんの声援をよろしくお願いします。今日はありがとうございました。